僕だったらここでもう2日3日とか1え？週間とか待ちますね、絶対に。ターゲットがくつろぐ瞬間を待つわけでいや、すね。絶対そっちの方がいいですよ。だってリスク背負いたくないですよ、僕。そのためだったらもう全然何も食べないで待ってますよ。え？飯食わないんですか？まあまあ持ってる人もいますけど、あんまりなんかトイレ行きたくなっちゃう。トイレとかどうしてですか？トイレ垂れ流しです。あ、垂れ流しなんだ。あ、そらもうそうモリか。モリに。まああんまそういうことしないですけど、それは流しちゃいます。もうターゲット近かったらやらないです。なるほど、なるほど。